俺の看板 AWM。はい、どうも、それです。今回はですね、この間もありました。まあ、金券2倍になるタイプのイベントあったっしょ。まあ、あれは日本では来てないじゃないですか。まあ、いろいろ続報があるんで、まとめていこうかなというふうに思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、まあ、この間その中国の方でそういう感じのね、100% チャージのイベントがありますよっていうのをまとめたと思うんですが、あのね、それの、まあ、イベントの方、まあ、チャージの方、サイトの方ですね、入るの難航していたんですよね。あ、これもう認証通さんといけないんですよ。向こうの電話番号を取得してから通すみたいな、いろいろね、本人確認とかもしてから通さんといけんっていう。マジでめちゃくちゃだるかった。めちゃくちゃだるかったね。この最近のこの直近2年での検証の中で、最もだるかったんですが、通しました。はい。それがこんな感じにね、まずそのサイトのバナーがあって、こんな感じになってます。まあ、これの説明は後でします。表記、売り方はこんな感じです。はい。正直その金額的に言うと、あと特典も日本とそんな変わらんでしょう。まあ、若干日本より美味しいかな。まあ、普通に課金してチャージされる金券の額っていうのも、あとま、その実際戻ってくる金券の特典っていうのも、日本より若干うまいですが、まあ、それでもま、そんな差はないと思うんですよね。決してその金券が倍になっているような特典ではないですよね。まあ、一応これあと、お金の表記は、元ですね。はい、となってます。まあ、日本とそんな変わらない感じの特典になっていると思うんですけど、これどういうことかっていうと、このバナーあったでしょ？このバナー、チャージセンターの方に、このバナーの方ですね。なんて書いてるかっていうと、特典が 100% 返ってきますと。特典ですね。特典分の金券が2倍になりますっていう、そういうイベントやったです。それは、すごいね、と思って。それはすごいな、みたいな。思いましたし、まあ、それこの間去年ですね、日本でやって怒られた方式やみたいな、あ、向こうだったらその表記 OK なんだと思って、2倍にはならんす、結論を言うと2倍にはならないの特典ですね。うん、まあ、そんな感じのイベントが、今回の、まあ、感じですね。まあ、やけん、その何も変わらないっていう、今までと、ただただその値上げがされただけ、日本の方。日本ただただ値上げされただけ。で、初回分のみ、一応特典ついて、ごまかされていますけれど、2回目以降はただただ値上げされただけっていうのが、今回のことの真相ですね。で、向こうのその、チャージセンターの方で課金するには、まず向こうのその、SNS のウォレットの方にですね、まあ、お金をチャージする必要がありますね。はい。で、SNS のそのウォレットにチャージした後、さらにそこからですね、公式のチャージセンターの方にログインして、で、それでまあ、金券を課金するっていう、そういう方式ですね。チャージセンターの方に関してはそんな感じ。じゃあまあその日本で瞬間に当たるような課金方式は何なのかっていうと、まあ向こうのその電子支払いのウォレットがあるんですが、ペイペイ的なですね。はい。そちらの方から、まあ、各ストアのプラットフォームにおいて、まあ、課金するって感じ。まあ中国の方は iOS とか Android のストアみたいなやつ以外にもいろんなストアってのがあったりするんですよね。多くのストアがあります。結構その各種 SNS っていうのもそういうストアを持っていて、めちゃくちゃそのストアがね、点在しているって感じになっているんですよ。で、そのストアの方からゲームをダウンロードしたりとかして、まあ、それで普段プレイするわけなんですが、まあ、そのスタンの方に同じく、まあ、チャージできるようなシステムというのがあって、同じく瞬間みたいな形でウォレットの方から支払うって感じ。まあ、なんで課金のスタイルとしては正直日本とは変わらないっていう具合ですね。まあ、日本人がそこを活用するのは結構難しいし、 JP サーバーの方にチャージすることは難しいんですが、まあ、できなくもないかな、一応グローバルサーバーだったらね。まあ、向こうのウォレットやったりとか、まあ、それかクレジットカードの方を持たないといけないんで、だいぶめんどくさいですが、できなくもないですが、現実味はないっていう、そういう方法です。はい、ということで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね。誰かネットリス訴訟してくんね。レッドブル飲んでも翼生えないってだけで訴えられるから、こんくらい言うやろうと。まあ、レッドブル飲んで翼生えなくて訴えられるのは、まあ、北米の方だけっすよね。まあ、カナダの方でそういうね、訴訟があって、もうそれでその、レッドブル側が負けたっていうね。まあ、北米以外でそれで訴えて勝てることあんまないもんな。だからそういうヘリクスのような裁判っていうのは、アメリカとかそういうね、あそこら辺周辺の西側諸国の国が多いイメージがありますね。はい。まあ、日本とかそこら辺では難しいんじゃないですか、中国の方とか。何言ってるんですかみたいな感じでね、退けられてしまうと思いますよ。はい。日本はどっちかっていうと、ここら辺あんま自由ないからね。表現の自由があるように見せかけて、そんなない国やから、実はその、社会の方式としては、資本主義ってよりも、日本社会主義に結構寄ってる面もあるんで、難しいと思いますけど。まあ、日本のしかも司法ってさ、結構企業の方によるんだよな。まあ、お金持っていたりとか、よりその人の多い組織の方に、まあ、判決が寄ってしまうんで、はい。まあ、司法の結果っていうのを使う弁護士によって、まあ、ある程度その、有利に持っていくことっていうのはできますから、アメリカとかね、北米の方とかやったら、結構その、個人の裁判での権利っていうのが認められやすい傾向にあるんですが、日本はね、個人で企業を訴える場合っていうのが圧倒的に不利っていうね、うん、そこら辺自由ないよね。おかしいと思う、もう普通にするって。やけん、まあやっぱりそういうの考えるとね、個人個人がどういう商品を買うかっていう、何を買って何を買わないかっていうところを、まあ自分でその見定める必要がありますよね。体制っていうのは個人を守ってくれませんから、日本ってのは昔から実はそうなんですよね。何かあったらどうにかしてくれるだろうっていうのは実際ないんで、やっぱ自分で頭使ってから、どこにお金使ってどこにお金使わないかっていうのは考えるべきだと思いますね。とか考えないと損し続けて泣き寝入りさせられ続ける人生になると思います。
で、次ですね。関係ないけれど、サンタイム4やってたら祝ってくださいと、おめでとうございます。まあ、結構サンタイム4ってちょいちょいね、欲しいって人いらっしゃると思いますね。まあ、今回ガチャ回して当たんなかったっていう人も、意外とそのサンタイム4の交換レート低いんで、まあ、交換でワンチャンってやってみてもいいんじゃないですか。で、次ですね。ロビーの復帰者特典パック、一番運いい人で栄光勲章丸々1個もらえたと。まあ、前からもらえますね、一応前からもらえますけれど、確率めちゃくちゃ低いね。俺もだって見たこと2回ぐらいしかないから、まあ、低いっす。で、次ですね。武器のデザインする費用を抑えて儲けようとしてるのかなと。まあ、今回結構使い回し多いっすよね。使い回しだったりとか、1V その使い回しみたいなの、まあ、最近服とかで多いですけれど、そういうのだいぶ増えてますよね。まあ、正直は経費を抑えたいんじゃないですか。まあ、ガチャ連発するためにそういうことをしているっていう側面は結構強いと思いますよ。まあ、公約行動ないから持ってこなくても、同じネットエースの別ゲーから持ってきていたりとかして、まあ、そこら辺は中国の方でも結構ね、たびたび指摘されてますね。まあ、俺個人としては、別にその使い回し自体は悪くないと思うんですよね。使い回し自体は。まあ、例えばそのガチャの外れのアイテムとかは使い回してもいいと思うんですよ。今回で言うと例えば RN とか、まあ、物資箱とかも別にいいかな、はい、そこら辺とかいいと思うんですけれど、あの当たりのアイテムを使い回しにするなっていう、当たりぐらいはさちゃんと作っといてくれっていう風に、これは俺毎度思いますね。まあ、電動に関しては使い回しはないけれど、仕様に関しては富士の使い回しやしな。まあ、銃とかも、ね、結構使い回し部分多いし、まあ、ドレスなんかもねわざわざ言わんでもわかるだろうって感じやし、そのせめて当たりとするところに関しては作っといてくれちゃんとっていう、これはマジで思うんで、うん、それさえしとけば別に外れの部分はね、使い回しでいいと思うんですよね。チップショップとは別に使い回しでいいしな。まあ、使い回すんだったらもっとたくさん出せって思いますけれど。そうじゃないんだったら別にね、他の箇所に関してはいいんじゃねって思うけど、当たりを使い回したらそれも当たりじゃないからね。で、次ですね。なんかいきなり殺傷に向かっているねと。まあ、殺傷には向かってないけれど、かなり落ちるところまで道筋の方は出来上がってしまってるって感じですね。まあ、半年前ぐらいとか僕ちょっとよく言ってたんですが、1年前とか半年前ぐらいは、重課金税が離れるタイミングっていうのは、不意に訪れますよって話をしたんですが、もう来ちゃってますもんね。で、結構重課金税が声コードから離れてしまっているんで、今その単価上げても、いくら値上げをしようと、総売上変わんないですね。うん。重課金税がもう離れてしまってますから、正直なところ。で、重課金税だった人っていうのも、もうあんま課金戦でいいかなっていう風に思われていて、実際そうしてる方っていうのもかなり多い印象にあるんで、昔と比べたらやっぱりそこの重課金税の人数ってのが減ってますから、こういうことにその課金する理由もないしね、今更その多く課金したところで、そんなチヤホヤされんし、まあチヤホヤされたとしてもその現金のやつしかおらんから、あんまこういうことに重課金する意味がないっていう、この新しい人があんま入ってこないゲームであることによって重課金者が課金する意味もないし、そもそも課金させるその仕組みっていうのがあまりにもその現金すぎて泣いてしまっているっていう、重課金税ってことは、まあ、イコール普段から自分で稼いでるんで、お金周りに関しては人一倍うるさい人が多いですから、まあ、こんな方法を続けていれば、そんななんかやっぱうまくいくわけないだろうっていう、ゲームどうなんかなっていう風に、まあ、学生よりも思う人ってのは多いですからね。でも離れてしまってるんで、ここで値上げしても需要、まあ、消費が落ちるだけなんですよね。単純に握手なんですよやってることが、まあ、今まではそれできたから今回もやってしまってると思うんですけれど、いや無理無理無理です。いくらその単価を上げようが、いくら値上げをしようが、総売上変わりません。こんな方法じゃ無理です。自分で積みに行ってますからね。もうその重課金税が不意に離れるタイミングってのは訪れてしまってます。もう終わった話。こっから売り上げは上がらんす。諦めた方がいいっすよ。まあ、ちょいちょい自分言ってますけどね、単価を上げようが下げようが売り上げは変わんないっていう、まあ、それはまあ重課金税が多く存在していた頃やったら単価を上げることによって、まあ、売り上げを上げれたっていう、上げれることもあるんですけれど、離れてますからね。で、基本的にその単価を上げると消費が落ちるっていうのはこれテンプレートなんで、まあそういう物を売る業界にいなくても、大学とかでその学ぶよくあるその経済の流れなんですよ。普通のそのなんか普遍的な経済の流れなん で、そのこのさ状況でさ単価上げても意味ねえだろっていう風にマジで思うんだよな、うん、で、一人当たりの単価っていうのが今すごい下がっているんで、下がってる理由っていうのが、その単純なその商品の魅力の低下による消費しようっていうね、あのお客さんのその心構えが変わってしまったことによって下がってるんで、そこで単価さ上げたらさ逆効果じゃんって分かんねえかな。普通に大学生で分かるものの流れだと思うんですけど、ね、なんでその大学生が分かることが、まあ、会社としてやっているやつらが分かんないのっていう、そういう話なんですよね。まあ、逆にそのでも、あの大学とかで今ね、あの経済学部的なそっち方面のその勉強されてる方は逆にその面白いと思いますよ。生きた教材だと思いますわ。もうこうなったことによってどうなるのかっていうね、いい勉強になると思いますよ。将来のマジで超いい勉強になると思います。ここからどういう風にその売り上げの方が傾いていくのかっていうね、はい、まあ、月あたりで考えるんじゃなくて前年比で考えた方がいいと思います。多分ね C5 は売り上げね、まあ、2月と比べたら上がると思うんですけれど、まあ、それはまあ時期的なものであって、前年比を比較すると、うん、どうなんかなっていうね、どういう風に推移するのかなっていう感じなんで、まあ、そこを見ていきながらね、なんか分析するのすごいなんか勉強になると思いますから、いい反面教師になると思うんで、自分は決してこういうことをしないようにしようっていうね。そしてまあ、実際その自分がその大学で勉強
強してきたことって合ってるんだみたいな、ここ子供チャレンジで習ったところだみたいなことっていうのを今現実でできるんで楽しくないですか。逆にそれなかなかそれをね企業がやってくれることもないと思うんで、いい勉強になると思います。はい、子供に優しいゲームで素晴らしいですね。こういうことなかなかね、そういう複雑だったりとか成功例のビジネスモデルっていうのを企業が示してくれることはあっても、単純で確実に間違う方向に行ってくれる企業っていうのはなかなかないんで面白いですね。